ビフエオフクオランアスリ伝統的な火起こしの様子オランアスリはマレー半島の先住少数民族の総称である18の民族からなり17の民族はマレーシアに1の民族はインドネシアに主な居住地区を持ち身分制による階級社会が残存している約6万年前にアフリカから渡ってきたものと推定されているオランアスリは1966年に マレーシア政府によって公認された。オランは、マレー語で、人、アスリは、本来の、元来のを意味する語である。マレーシアでは、オランアスリを、言語、制御、行政区分による慣習によって、伝統的に三つの民族範疇に分類している。言語は、マレー半島中部、北部の民族は、マレー語系に属さないオーストロアジア語族ん、クメール語派のアスリ諸語を語とする。 彼らは独自の民族宗教を持っており、イスラムに改宗した民族は一つに過ぎない。1980年以降、マレーシア政府によるイスラム化が進められているが、改修に応じるものと反発する者がいる。現在は彼らの居住地区では、イスラム以外の伝道、布教活動は禁止されている。このイスラム化は、マレー人との融和政策のために行っているとするのが、 マレーシア政府見解である。一般的に、マレー人と結婚する際、新郎あるいは、新婦のどちらかが、非イスラム教徒であれば、イスラム教徒となった上で新たにイスラム風の名前を名乗る必要があるが、一般的に、中華系民族は、イスラム教徒化を寄避するため、マレー系民族と結婚することは稀である。だが、オラン・アスリは、マレー系民族を優遇する政策において、 優遇対象となる民族の一つではあるものの、マレー人の定義である、イスラム教徒であることが免除されるため、中華系民族と結婚し、家族関係になることもある。実際、中華系民族とオランアスリとの婚結は珍しくはない。ありがとうございます。